はい、ここからは美味しい中継をお伝えしますよ。ツヤっとしていて美しいお米、優しく握られているんです。明日1月17日はおむすびの日ということで、今日はこちらにお邪魔しています。はい、新潟市中央区新潟駅から歩いておよそ10分の場所にありますにぎりまいさんです。こちらはですね、はい、優しく握られていますからね、これね、美味しいおにぎり人気なんです。さあ、はい、こちらでですね、このおにぎりおむすび、なぜ明日おむすびの日なのかと言いますと、はい、阪神淡路大震災で炊き出しとしておむすびが配られたということが理由だと言われているんです。さあ、おむすび美味しい魅力教えていただきましょう。こちらです、ハンパク店長です。よろしくお願いします。はい、今日はよろしくお願いします。さあ、こちらのお店にはですね、はい、種類豊富なおにぎりが並んでいるんですが、何種類あるんですか？はい、全部で31種類ございます。すごい数ですよね。毎日来ても違う味食べられそうですよね。はい、日替わりで召し上がっていただけます。で、そんな中でもどういな思いで握られるんですか？はい、コロナ禍という状況もありますので、とにかく召し上がるお客様、温かい気持ちで帰っていただければという気持ちでスタッフ一同握っております。もうその気持ち絶対伝わっていますよね。はい、で、毎月その先月 の、はい、人気の、ね、おにぎりの具材ランキングを作っているということで、ここでちょっとご紹介していきますよ。先月12月ですね、第3位からいきましょう。はい、まずはこちら、第3位こちら、先月の第3位、塩むすびなんですよね。シンプルに塩むすび、あの子が作った塩むすび、はい、ね、シンプルな味が第3位に入りましたね。そうですね、先月は3位にランキングしまして、はい、あれ、お米の美味しさを、具の入ったおにぎりの最後に塩を召し上がっていかれるお客様が大変多くなっております。そして第2位がお隣、こちらです。はい、サーモンチーズなんですよ。珍しい組み合わせですが、はい、チーズと茶道銀鮭を今限定でお届けしておりますが、はい、人気商品になっております。そうなんですね。はい、で、第1位気になりますが、はい、ちょっとこちらクイズにしましょうかということで、はい、まず作っていただきましょう。はい、今から作っていただきます。はい、林さん、堀さん、いかがでしょう。第1位、不動の1位なんですが、何だと思います？すじこ、新潟はすじこ好きだよ。いいですね、美味しい時期ですけれども、ね、やっぱり昔ながらってことで、うん、梅、梅干しのおにぎりじゃないかな。あ、梅ときましたか。うん、2人とも、あ、違う、え、違うの？なんかししど状みたいな。出来上がったようですよ。完成しました。こちらです。ちょっと見えるかな。はい、第1位、正解は何でしょうか？はい、こちら鮭になります。鮭、はい、なんですよ。鮭も定番っていっぱい入ってますけれども、はい、出来たてを私はいただきましょうか。はい、はい、どうぞお召し上がりください。すごい柔らかい。いただきます。はい、うん、おー、パリパリ、いい音が聞こえました。パリッと、ゆっくり味わっていいですよ。松本さん、せっかくだからね。大きいですね、一つがまたね。お米がほろほろってほどけていって、鮭の塩味がちょうどいい。美味しいですね。で、この鮭を使ったセットもあって、お味噌汁がついて、いいね、朝食に人気だということなんですよね。いや、明日はおむすびの日ということですからね、こんな美味しいおにぎりを食べて過ごすというのもいいかもしれません。今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ご来店お待ちしております。はい、31種類も具材がある。毎日通いたいですね。おむすびはどういう状況で食べても美味しいよね。美味しいです。はい、松本さん、きっとあれ食べてから戻ってきます。